はい、どうも、星ひかりです。ドラゴンクエストヒーローズ、前回の続きからやっていきたいと思います。今回のですが、ボス狩りツアーをしたいなと思ってます。今まで倒したボス全員ちょっと買っていこうかなっていう感じですね。やっていこうかと思います。では、まず一匹目、ドラゴン、行きましょう。まあ、これ一回行ったことあるんですけど、もう一回行ってみたいと思います。ドラゴン、ギガンテス、キラーマシーン、かなの、ボスをツアーで、行きたいと思います。使うのはね、まあ、おちょっと、位置が暗いぞ、マジで。ありな、使いたいと思います。いった。爆裂剣強すぎん、俺。レベル高いすぎて、もうなんか余裕なんやけど。これ悲惨やな。弱え。レベルでこんな違うん？マジで？レベル大事やな。レベルと武器というか装備でこんな変わるもんなん。攻撃時しか食らえなかったってこと。これだから、レベル上げたらほんま強なるんやわ、これ。見て、クリアタイムも。恐ろしくなってことや。おらら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 。国王の怒りじゃ、隕石。了解の量。何しょんやい。開けな。お。ドラゴンの皮。おお。ドラゴンの皮。なんか使えそうやな。当然の結果だ。俺に負けはない。かっこええな、あの剣が。剣かっこすぎん、テリー。ちょっと。オッケー。かなり楽勝になってましたね。次は、はい。まあ、ドラゴンのかけとしたんで、まあ、いつか使えるでしょう、あれも。絶対にドラゴン落とすやつなんでね。さて、次は、真珠の間かな？これだったかな？これか。来ました！青き巨人、ギガンテス。当時はこれは結構ね、耐久力高くて、なかなか倒せなかったんですけど、まあ、マダンホー使いながら倒したんですけど、今回はどうなんですかね。まあ、アリーナの下田で一回見てみたいんで、ちょっとアリーナ。おー、でかいよ。おらら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 爆裂剣めっちゃええよな、これ。アリーナめっちゃ強ない？この爆裂剣に。おい。コンボがほんま多い、こいつ。無視した。やってる。ほほほ。よっ。たた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 ティー。突破しやがったか。兄貴。マナーも使わず行きたいな。カリキル。カリクラム。来た、分身。こっからのコンボスがやばい。おお、やばい。コンボスやばい。コンボスやばいよ。ミスター。くそ、コンボが。ジェットされちまったじゃないか、この野郎。たまに分裂するよな、これ。この分裂してからがこいつやばいね。おらららヒット数がほんまに尋常じゃない。来た来たよ。どんなだ。爆裂剣爆裂剣爆裂剣やばい。爆裂剣。打ちまくりーからの、来たー。ん？おぉ。先行劣化剣。なんやこの技。全然あれないけど。
国王の怒りじゃ。よし、砲台使おう。砲台使おう。了解なるよ。あ、使わんでいいかな。真空切り、真空切り、真空切り、爆裂剣。このキャラ回しての特技回し、これめっちゃ強い気がする。足りんのかい。氷結切り、氷結切り、来たよー。オッケー、ギガセラ決めましょうか。もうこの特技回しがめっちゃ強いですね。ほい、デイン、デイン、来たぜ。あ、これ勝手にテンション割ったら発動してくれるようになっとんやん。なるほどね、知らなかったぜ。ダウン取ってからここ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 来た。ダウン取ってからのこの連続攻撃、もちょー早くぞ、よっしゃー来たぜ。マナーも使わなくても勝てるぜ。暗いな、今回全員の2つ見れそうですね。これで終わりだ。ギガンテスの股間は真っ二つ。おらららららら、爆裂剣。決めるぜ。みなぎってきよったー。ごはーん、ごはん、乱撃、隕石じゃー。フジトラみたいになってもな、こいつ。やばいやばい。国王怒りすぎやって。やばいやばい。国王様ー、来たよ。行くぞ、国王快進撃。うお、お、お、つえ。国王快進撃、つえ。ディルクやばん、もうこいつ。恐ろしいわ、こいつなんかマジで。つえー、ディルクめっちゃ強いやん。ディルクの無双モード入った時やばいな。やっぱ順番に回していて特技しまくってたら全員溜まるんで、で全員溜まってから総攻撃仕掛けるっていう戦い方めっちゃいいですね。テンションの波状攻撃と呼ぼう、今後これを。たったったった。お、宝箱出現した。どこだ？後ろか。よし、行きましょうか。ギガンテス。じゃあこれ、新、なんちゃらの章が入るんかな？章、あれが、地図が。あれ。ゲットしまーす。あ、違かった。あ、そうやった。裏巨人の地図を獲得。裏っていうのがまた怖いよな。怪しいんですよね、裏っていうのがまた。こんなところで負けてらんないわ。だな、負けてられんな。オッケー。ボス、ドラゴンのところでやっぱギガンティスはちょっと強かったですね、結構。耐久力ってやっぱ高かったですね、あいつは。さすが大ボスって感じ。てててて。でててて。お、経験値も結構うまい。風倒したからですかね、いっぱい。馬の糞。よし、ゲット。次行こう。水晶。まあ、キラーマシン前倒したから、ここで終わりにしようかな、じゃあ。これなんだろうな。小さな戦士たち。これまちよくわからないんですけど、正直。これは何なのか。まあ、行ってみればわかりますね。え、スライム？もしかして。
敵めっちゃおるやん。これミッション何これは。無理だなーし。え、これ全員スライムもしかして。そんなわけないよな。え？もう全員スライムや。え、数多すぎひん。どうやって倒していこう、これ。ダストースライムゼリー落としまくりー、ほらーほらー、だどんどん行くぜー、えいーおいーおいー、もっとこっち行くか。ほんまスライムだけしかおらんな、ここよっ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 、一撃弱い。これなんか倒してなんか手に入るんかな。金めっちゃ入っとる気がするぞ。え、金めっちゃ入るやんこいつら。あ、金稼ぎなんやこれ。なるほど、やたら金入るもんなこいつら。弱い割には数がおるからかわからんけど、めっちゃ金入ってくる。ほいーイエイイエイ、よし。でもこれくらいでなんか手に入りそうやな。よっしゃー、ボスラッシュ。これもしかして、キングスライムできるとかないか。それがないか。スライム全員が集まってキングスライムになるとかっていう。そんなおとぎ話みたいな話はないですかね。おそらくね。よーし、あの塊行きましょう。こっちですな。いや、もう倒しようか、これ。よっと。よっ。こっちか。わら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 いますね。どこだね、スライムくん。君たちを買ってやろうじゃないか、俺が。じきじきにな。よっしゃー、よっしゃー、ダイヤモンド、ダストー、よっ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 、よーし、終わりかけ。もうちょっと集まってところ、またなんかそう固まってない、めちゃくちゃ。なんかひときわ固まってる場所が一つあるんやけど。気のせいか。あれはなんだ、怪しい。怪しいぞよ。はっ。よし、お疲れ。なんか怪しいな、あれ。明らかに怪しいな。固まりすぎじゃない、そういうこと？やっぱり。やばい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 。気持ち悪い。ただ結構可愛いな。おいー、めっちゃ、経験値くれるやん、ここいっぱい。経験値稼ぎ、金稼ぎなんかな、ここはもしかしたら。密集するね。どんどんスライム地帯が増えてきます。よーし。いくよ。結構このミッション長いねんな、思った以上に。やばいやばい。群れるんじゃない！ほらー！ほらー！ほらーん！よっしゃー！気持ちいいな、これ。よし。スライム狩り。スライムこんな狩ることないもんな、ドラゴンクエストで。絶対ないもんな、スライムこんないっぱい狩るってことは。ドラゴンクエスト初めてのスライム狩り、こんなにいっぱい。何匹買っとんねんぐらい買っとおうかな。あっちですね、次は。これはな、どこまで続くというか、いつまで続くんやろ、これ。永久に続く感じ？そんなんやか、さすがそれは。いや、わからんねんけど、行ったろかい！どこまで続くんだ、これは。はい。結構終わってきたけどな。お！来たー！ふぅ、クリアしました。宝箱？あ、出てこへん、宝箱。なんかレベル上げて、的なダンジョンかな？お金集めレベル上げダンジョンかな？これは。雰囲気。スライムを借り続けるだけで、
経験値と金が結構入ったっぽいんで、結構経験値入ったんじゃない多分。金と一緒ぐらい入ったんかな。5000ぐらい入っとんかな。5000入ったとしたら結構でかかったけどな。え、少な、それだっかよ。え、金も全然やったやん。マジかよ。マジかよ。何やったんあのエリア。何やったねあのエリア。全然やったやん。よっしゃー。報告。ない。きつ。お気をつけて。ごきげんよう。討伐報告。スライムめっちゃ買ったもんな。こちらをどうぞ。オッケー、ありがとうございます。よいしょ。受ける表示ない。またいらしてね。いやー、今回はまあ、ボスラッシュというか、地図ラッシュですね。まあ、ボスラッシュ。ドラゴン、ギガンテス。で、スライム軍団を討伐しました。次はまあ、クエストも減ってきたんというか、まあまあまだ出てないんで、次ストーリー進めようかな。多分次ストーリー、進めていくと思うんですけど、まずそちらの方もぜひ見てください。終わります。ありがとうございました。